バックラム中軍の地上戦闘用重機動メカ、平時には辺境宇宙部隊に配属され、未開地投射などにも利用されていた。イデオンの前には恐竜の星で暴れ出隊のメカにビジェが乗って現れた。魔人作戦では暴れで自らが乗って出動、楽に魔人の襲撃を受け戦死した。登場者、イデ捜索隊隊長ビジェザラル、ソロ西方面軍部隊長暴れでグリマで、全長79メートル、重量6210トン、エンジン出力84000水力トン、両腕が鍵型爪と鋼鉄鞭になっており、格闘戦に強い。大型火竜四砲2門とミサイルランチャー4機装備。イデオン設定資料に基づき、よりリアルにディティールを再現した6区分の1統一精密スケールモデル6区分の1ドブマックは、各関節が最大限稼働し、テレビ画面と同じ構図が取れます。飛行姿勢、着陸姿勢、鍵型爪、可動、鞭、オプション加圧付き。グッドボタン、そして他の動画もぜひ見てくださいね。